グアラルンプールのチューンホテルズチューンホテルズは、マレーシアを拠点とする、格安、ホテルチェーン、格安航空会社、エアアジアの系列である。5つ母子クラスの寝心地を1つ母子クラスの価格で、という趣旨で運営されている。プロモーション価格で1泊0.01リンギットで、部屋を提供することもあった。2007年5月1日に、 クアラルンプールにダウンタウンキロリットルを開業した、あと、マレーシア、インドネシアにホテルを開業していった。部屋の設備は原則として、ベッドと扇風機、温水シャワー、トイレのみであり、窓がない部屋もある。部屋の広さも10から15平方メートル程度と、一般的なホテルよりは狭い。一部では、コンビニエンスストアを併設しており、飲食物や歯ブラシなどを販売している。 ルームサービス、プール、フィットネスセンター、会議室などはない。かつて、タオルのレンタルとシャンプー、石鹸のセット、エアコン、テレビの利用は、追加料金を払うことで利用できたが、宿泊料金に含まれることとなった。詳細は、チューンホテル、オーバービューを参照。2015年までに、インドネシアで24カ所開業予定である。このかシンガポール、中国、 バングラデシュにも進出する計画がある。インドネシア、日本、タイ、フィリピン、インドにあったホテルは、レッドプラネットホテルズなどへ運営権を売却した。ありがとうございます。